を座るシャドウ平行線で東京はアイセド何にもない立憲62をちょうだい19万も持っていないお茶の水マーシャルの匂いで飛んじゃって大変さ毎晩絶頂に達してるだけラスト一つを商売道具にしてるのさそしたらベンジが灰に映ってたれ最近は銀座で警官ごっこ国境は越えても乗車必須領収書書いてちょうだい税理士なんてついていない娯楽へ将来そうになって結婚してほしい毎晩寝具で遊戯するだけピザ屋の彼女になってみたいそしたらベンジ私をグレンチで打って毎晩絶頂に達しているだけラスト一つを商売道具にしてるのさそしたらベンジが灰に映ってたれ将来そうになって結婚してほしい毎晩寝具で遊戯するだけピザ屋の彼女になってみたいそしたらベンジ私をグレッチで振って